出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチサラか。花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のようにはじけた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。